ニーローさん、さ、こっちよ。先に乗ってちょうだい。ありがとう、ナビアさん。でも、私は別に空中列車に乗らなくてもいいんだけど。あれ？高所恐怖症？別にそんなことは。じゃあ大丈夫ね。もし怖かったら、私の手をギュッと握ってていいから。それでも怖かったら、両手を貸してあげる。よそじゃこんな不思議なもの見られないんだし、思う存分楽しまないと損でしょ？ね？うん。確かにそうだね。大きな円を描いて、よし、準備完了。行こっか。